件ですよ。レイラと彼女は白毛の荒髪と遭遇したっていう。なぜ指をくわえたまま見逃したんだと、人気は飾りじゃないだろうって話をしていたんです。視界に入った荒髪は見境なく攻撃しろとでも。奇襲を受けたんだろう。それに対して何もせずなんて考えられない。あれが普通の荒髪であればそのまま光線となっていたはずです。だが荒髪は逃げていった。なぜ追撃しなかったのかと聞いているんだ。それは確かに深追いするにはリスクを伴う。だとしてもそこまでだ、リュウ。隊長、レイラたちの任務は荒神増加の原因調査。未確認の荒神への追撃は含まれていない。そうですが、その新種が荒神増加に関係している可能性だって。それは十分に考えられる。だがこのケースは現場判断で追撃するのは慎重さに欠けるか。はい。追うか追わないかは、いずれの選択もあり得たと俺は考える。この場合、現場にいた者の判断も尊重するさ。ゴブド。いずれにせよ、その白毛の荒髪にまた遭遇した時の対応、および警戒は必要だ。ソブド、俺から提案がある。それは私のセリフです。よもや3人でチーム結成とは。私に問題があるとでも。分かっています。分かってるよ。で、組んだのはいいとして、あの白毛の荒髪が出たらどうするのです。当然攻撃だ。軽率かつ短絡的すぎます。話にならないな。ええ、話になりません。ゴドーは何を考えているのか。僕は一人でも、二人にも何も求めないさ。していない。注意しているさ。僕は白い荒髪に会いたいからね。ねえ、あなた、例の声は聞こえないの？これでは警戒しようにも警戒になりません。行動の修正でもあればいいのですが。やはり前に遭遇した時に追っておくべきだった。
苦労だった。で、こうなったか。恐怖心が攻め手を鈍らせたら、ゴッドイーターの名が泣くってもんだ。荒神を侮って命を落とす愚か者こそが最低のゴッドイーターでしょ。やれやれ、にぎやかなことで、ああ見えてお互い無視できんのだよな。心得者を叱るのも貴族の務めです。相手に応じて態度を変えるのはごく自然なことです。戦場でグズグズされちゃたまりませんからね。誰がグズグズしましたか。したからこうなったんじゃないか。分かったから、あっちでやる。あっちで。最近激しくなりましたね、あの二人。マリアに遠慮してたんだろうな、多分。あんたじゃ抑止力にならんみたいな。胃薬安くしとくよ。こういう時五道さんは役立たずですからね。しないなどと。